1ページ目をご覧ください。平成19年度の職員リサークル法の改正により、職員配付等の発生量が100トン以上である職員関連事業者は、職員配付等の発生量及び職員循環資源の再生利用等の状況に関し、事務大臣へ報告をしなければならないと規定されております。具体的に職員関連事業者とは、職員の製造、加工、卸売、または小売を生業として行う者である職員製造業、職員卸売業、職員小売業の方々が対象となります。その他に、飲食店、その他食事の提供を行う事業者として、政令で定める事業者には、飲食店業、遠隔旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業が該当します。2ページ目をご覧ください。職員リサイクル法の定期報告に関する具体的な規定内容となっております。後ほどご確認願います。3ページをご覧ください。皆様にご報告いただく定期報告の項目は、1番の職員廃棄物の発生量など11項目となっております。この項目を網羅した内容が Excel の様式となっております。各必要項目に入力していただき、ご提出いただくことになっております。4ページ目をご覧ください。では、具体的に1つ目としまして、職員廃棄等の発生量ということで、皆様から挙げていただいております定期報告書の表の1、表の6、職員廃棄物の発生量は、次の A から E を合計して得られた値を言います。A の職員循環資源の再生利用の実施量から、E、職員廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量までの5項目の総合計が表1の発生量となり、それから表6の左側に求めていただく発生量という形になります。次に、職員廃棄物とは、1つ目としまして、食品が食用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたもの。2つ目としまして、食品の製造、加工、また調理の過程において、副次的に得られた物品のうち、食品に供することができないもの。具体的に言いますと、廃棄物処理法上の廃棄物に限定されておりません。例えば、有償で取引をされているもの、食品廃棄物からですね、除外する事業者がいます。しかし、それらも食品廃棄物となりますので、お間違いのないようにしてください。また、液状のものも対象、液状物を除外しないこと、例えば、廃食油、油や飲料、元の食品の形状が泥状で廃棄物となったものは対象。排水処理工程で生じる汚泥は対象外です。という形になっております。食品循環資源とは、食品廃棄物等のうち有用なもの、いわゆる再生利用される飼料、肥料等に仕向けたものを言います。5ページ目をご覧ください。2つ目としまして、食品廃棄物等の発生量と密接な関係を持つ値。これが定期報告書の表の2に該当します。1つ目としまして、食品廃棄物等の発生量と密接な関係を持つ値は、売上高や製造数量など、事業活動により生じる値を言います。2つ目としまして、密接な値としての何の値を選択するかは、事業者ごとの判断によるところでありますが、業種ごとに発生源単位を統一する観点から、可能な限り業種別密接な関係を持つ値の一覧表に示された名称、単位の使用をお願いしております。本日配置しております資料7をご参照願います。ここで繰り返しますが、この関係につきましては、可能な限り業種別密接な関係を持つ値の一覧表に示された名称、単位の使用をお願いいたします。後でご覧ください。6ページ目をご覧ください。3つ目としまして、
職員廃棄物等の発生源単位、これは定期報告書の表3に該当します。職員廃棄物等の発生源単位は職員廃棄物等の発生量を密接な値で除して得られた値を言います。発生源単位が前年度比で 100% を超えた場合、または発生源単位が基準発生源単位を上回った場合、その理由を報告書に記載する必要があります。ここの部分は皆様方からの表の1の発生量、表の2の密接な値を入れることによって自動計算される様式になっております。ただし対前年度比は自動計算されませんのでご注意願います。繰り返しますけど、対前年度比は自動計算されません。ご注意願います。次に基準発生源単位につきましては、目標値の設定期間が肉加工品製造業を含め26業種につきましては、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの目標値となっており、新たに平成27年8月1日に制定されました5業種その他の畜産品製造業や食酢製造業、菓子製造業、清涼飲料製造業、コーヒー、果汁など残差が出るものに限ると、給食事業につきましては平成27年8月1日から平成32年3月31日まで、目標が定められていることをご承知願えればと思います。7ページ目をご覧ください。2014年に設定した発生抑制目標については、9割の事業者がすでに目標値を達成いたしました。発生抑制をより進める観点から、すでに設定されている31業種については、19業種で見直しを行うとともに、2014年時点では設定されていなかった44業種のうち3業種で新規設定しました。8ページ目をご覧ください。4つ目としまして、職員廃棄物等の発生抑制の実施量。これが定期報告書の表の4に該当します。職員廃棄物等の発生抑制の実施量は、基準年度の職員廃棄物等の発生源単位から、報告対象年度の職員廃棄物等の発生源単位を現時点で得た値に、報告対象年度の密接な値を乗じて得た量を言います。9ページ目をご覧ください。5つ目としまして、表の5の職員循環資源の再生利用の実施量、特定非飼料等を製造するために利用された職員循環資源の量を言います。次に表の6においては、丸1、職員廃棄物等を廃止する事業場の所在する市町村ごとの発生量。丸2、職員循環資源の再生利用を実施する事業場の所在する市町村ごとの再生利用の実施量を把握していただき、それぞれ記載していただくことになります。ここで繰り返しますが、職員廃棄物等の分については、廃止する事業場の所在する市町村ごとの発生量。続いて、職員循環資源の再生利用を実施する事業者の所在する市町村となりますので、ご注意願います。10ページ目をご覧ください。6つ目としまして、職員循環資源の熱回収の実施量。これに関しましては、職員リサイクル法上の熱回収の基準に該当する必要があります。これは、定期報告書の表の7並びに表の13に該当します。熱回収とは、丸1、自らまたは他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること、食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして事務省令で定める基準に適合するものに限ります。これは熱回収省令のことを指しております。丸2、職員循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡することと定められております。具体的には、事務省令で定める基準は、1、職員関連事業者の工場等から75キロメートルの範囲内に
特定皮脂量等の製造施設が存在しない場合、また75km の県内に製造施設が存在する場合でも、施設側の受け入れの要領の問題や職員循環資源の種類、正常の点から受け入れできない場合は熱回収として認められます。丸2、メタン化と同等以上に高い効率で発電等のエネルギーが回収や利用できること、また廃食用油等の場合は得られる熱量が1トンあたり2万8000メガジュール以上、蒸気以外の場合は得られる熱または電気の量が1トンあたり160メガジュール以上となっております。熱量及び熱回収の基準にご注意願います。11ページ目をご覧ください。7つ目としまして、食品廃棄等の原料の実施量、これが定期報告書の表の8に該当します。食品廃棄等の原料の実施量は、脱水、乾燥、発酵、炭化により原料を実施した量を言います。食品関連事業者がおのずから水分等を減少させ、食品廃棄等の量を減少させる行為が該当し、単に放置したことによる自然乾燥や簡易な水切りやその容積のみを減じる減用行為はこの原料には該当しません。順番が前後しますが、9つ目としまして、食品循環資源の再生利用に得られた特定皮脂量の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量、定期報告書の表の13に該当します。先ほど6番目でご説明しました熱回収の要件を満たしているかの数値を見る箇所となっております。12ページ目をご覧ください。8つ目としまして、食品循環資源の再生利用等の実施率は表の11になります。食品循環資源の再生利用等の実施率は以下の式により算出する値となります。その算出式は表の通りでございます。食品リサイクル法に基づく基本方針において定められた再生利用等実施率の業種別目標は、平成31年までに食品製造業が 95%、食品卸売業が 70%、食品小売業が 55%、外食産業が 50% という目標値が定められております。上記の業種別目標は、個々の事業者ごとに算出される再生利用等の実施率目標、基準実施率が達成された場合に見込まれる水準に設定されております。13ページ目をご覧ください。参考として、基準実施率の考え方として、平成19年度の基準実施率は、平成19年度の再生利用等実施率実績値としまして、ただし実績値が 20% 未満の場合は 20% となります。平成20年度の以降に事業を開始した場合、事業を開始した年度の再生利用等実施率をもって事業を開始した年度の基準実施率となります。また平成19年度の基準実施率が 20% から 50% 未満の事業者は、毎年増加ポイントが 2% ごと上がる形になります。平成19年度の基準実施率が 50% から 80% 未満の事業者は、毎年増加ポイントが 1% ごと上がる形になります。なお 80% 以上の事業者は維持向上という形で、そのままの数値が入ります。基準実施率の例を載せてありますので、参考に見てください。14ページ目をご覧ください。10番目としまして、法第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項の遵守事項、その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取り組み、定期報告書表の14および16となります。
表の14は、定期預貯で適、不適、該当しないを選択していただく項目となっております。また、表の16につきましては、皆様方が具体的に取り組んでいる職員リサイクル関係のことや、再生利用事業者の研修など事例があれば記載していただきたいと思います。11番目としまして、定期的な約款における契約に基づく、継続的に商品を販売し、また、販売を斡旋し、かつ経営に関する指導を行う事業を行う職員関連事業者にあっては、省令第3条各号のいずれかに該当することの有無、定期預貯の表の下の表の法第9条第2項に規定する事業の有無のところです。職員配布等の処理に関し、本部事業者が加盟者を指導する旨の定め、約款等があるなどのいわゆるフランチャイズチェーンを展開する事業者が該当します。15ページ目をご覧ください。その他の報告の事業といたしまして、括弧1、職員配給等を特定必須量等以外の実施量、括弧表9、製品等の原材料として利用した場合に、その製品等の種類と実施量を記載してください。括弧2、職員廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量、括弧表10、具体的には焼却や埋め立てをした場合には、その実施量を表の10に記載してください。括弧3、再生利用の委託先または職員循環資源の譲渡先の業者、括弧表12、再生利用の委託先または職員循環資源の譲渡先の業者については、氏名、住所、再生利用の実施量、特定必須量等の種類を記載してください。なお、ここで注意点ですが、自社で再生利用を行った場合には、自社と記載してください。その場合には、氏名欄に自社と記載してください。続いて、16ページから18ページの関係につきましては、省略させていただきます。後でご覧いただければと思います。フランチャイズの取り扱いの関係が載っておりますのでご覧ください。続きまして19ページ目をご覧ください。ページが飛びます。定期報告書のデータの公表利活用につきましては、定期報告の集計結果について、私どもの農林水産省ホームページにおいて定期報告の取りまとめ結果を公表させていただいております。報告書データの利活用につきましては、職員リサイクル法に基づく定期報告書は毎年度全国約3500の職員関連事業者に提出していただいております。そのデータは農林水産省環境省等において政策検討の基礎データとして利活用しております。また各事業者におかれましては、おのずからの状況を業種ごとに自己点検し、職員配給等の発生抑制及び再生利用等の促進に活用されることが期待されております。続いて20ページ目をご覧ください。平成30年度定期予告の取りまとめ結果につきましては、後で見ていただければ結構でございますので、省略させていただきます。続きまして21ページ目をご覧ください。定期報告のデータの活用丸1ということで、食品製造業から排出される廃棄物等は量や性質が安定していることから、分別も容易で栄養価も最も有効に活用できる飼料への再生利用が多くなっております。また、食品小売業や外食産業から排出される廃棄物は衛生上、飼料や肥料に不向きなものが多く、焼却、埋め立て等により処分される量が非常に多くなっているということで、表の下に書いてありますので、後で見てください。22ページ目をご覧ください。食品廃棄物等は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、
川上となる職員制度業における再生利用等実施率は高いものの、職員卸売業、職員小売業、外食産業の順に実施率は低下しております。また、職員製造業が 95% で目標値に届いているということがわかります。続きまして、職員卸売業が 75% の目標に対して 62%、次に職員小売業が 60% の目標に対して 51%、さらに外食産業が 50% の目標に対して 31% になっているというような表となっております。続きまして23ページ目をご覧ください。食品廃棄物等のうち可食部、いわゆる食品ロスの発生量は平成30年度の推計で600万トンとなっております。このうち事業系から廃止される量が324万トン、家庭系が276万トンとなっています。ということで、下の表が具体的な内容になっておりますので、後でご覧ください。この部分につきましては、平成30年度の推計値となっております。続きまして、24ページ目をご覧ください。事業系食品廃棄等の発生量は、平成30年度で1765万トンとなっており、このうち食品製造業が 79% を示しております。事業系食品ロス、可食部の食品廃棄等の発生量は324万トンとなっており、このうち外食産業が 36%、食品製造業が 39% と占め、大部分となっております。以上で説明を終了いたします。